はい、どうも、つかさです。ファイトです。はい、今回は珍しい演習やってみたー、やってみたーの第2弾。第2弾。はい、でも珍しい練習をね、いろいろあると思うんですけど、あるよね。はい、ではね、ちょっとネットで調べて実際やっていこうかなという気味ですね。おー、はい、今回も珍しい練習ちょっとやっていこうかなと思います。はい、行きましょう。はい、今回の練習は何ですか。はい、今回なんですけども、何ですか。右手に持ってる、もう今出ちゃった、ちょっと出ちゃったよ。はい、こちら手袋ですね。手袋を、はい、手袋をつけてスローイングの練習。スローイングね。手袋って言ったら滑るじゃないですか、指先。あ、そうですね、これグリップついてないんでね。そう、ついてないんでね、うん、なので指先で滑らないようにしっかりと投げるリリースの瞬間に力を入れて、なるほど、なるほど、引っ掛けるっていう意識をつける。おいおいおい、なるほど、なるほど。ちょっとリリースの練習になりそうですけどね。手袋を外して投げたらもうしっかりと引っ掛かるようになる。なるほど、なるほど。これ良さそうだね。そうです。どんな感じか。はい、なのでちょっとそれで練習していこうかと思います。はい、はい、では行きます。はい、あー、なんか変な回転してる。なるほど。はい、あっいや、本当にやっぱ滑るんで、投げた瞬間この滑って引っかかんないでこう抜けてっちゃう。なのでしっかりと投げる瞬間に押し込みっていうのを意識して投げていこうかなと思います。シャワー、なるほど、すごい滑ってんの分かるね、これね。変な回転、変な回転して、待って、滑ってるもん。リリースをしっかりと意識、指先一点集中。ちゃいますね。はい、じゃあちょっと累関ぐらいの距離でやります。スローイング意識。うん、あー、抜けるね。なるほど。はい、あー、抜けた。抜けるね。結構抜けますね。やっぱりこのリリースの瞬間にボールがこう滑ってる感じが分かるんでね、すごいリリースのポイント分かりやすいですね、これ。あー、抜けた、抜けてる。はい、はい、オッケー。はい、ここでつかポーン。さあ、倒しました。抜けずに投げれるか投げれないか程よい滑り具合なんで、本当にリリースの練習になりますね、これ。つかポーン。さあ、はい、オッケー。さあ、はい、オッケー、いいね。さあ、よっしゃー。すぐ投げれるよ、すぐ。はい、じゃあちょっと手袋つけて投げたんですけど、今度はちょっと手袋を外して、手袋をつけてる時と同じように、まあ、指先の意識っていうのをしっかり、まあ、意識づけられたんで、そのことをもとにしっかりと投げていこうかなと思います。ではいきます。じゃあしっかりと、おい、ちょっと押さえて。だいぶ意識づけられてるなと思いますね。ボールが抜けやすい人、あとはもう本当にリリースがちょっと早いと、もう指が使えないんで、もうこの辺からいったらもう全部抜けちゃうと思うんで、リリースが早い人っていうのも強制するのにちょっとおすすめの練習かもしれないですね。はい、珍しい練習終わりました。終わりました。はい、だって珍しい練習ではあったんですけど、ね、本当に効果っていうのはしっかりと感じることができましたね、うん、そうだね、なんか本当に指先の感覚が養われました。いや、正解です ね、 ね、この指先のリリースの瞬間にすごい意識がいくというかね。そうですね、うん、本当もう強制するにはいい練習かもしれない。そうだね、そうだね、リリースをしっかりと前で指先に力入れるっていう練習ですね。でもあればっかりやりすぎるとちょっとその手袋なしの感覚がおかしくなっちゃうんで、あ、そうです、バランスよくね、バランスよくね、うん、はい、という今回の動画になります。はい、チャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。今週のプレゼントコーナー、はい、今週のプレゼントこちらになります。西武森選手のタペストリーになりますね。でこれ今半分なんで、ちょっと裏もはい、こういう感じですね。
と全部広げたら結構ね大きめ2メーターぐらいある感じですね。2メーターぐらいありますよ、はい、こういう感じになりますね。これを1名様にプレゼントします。応募方法はこちらです。はい、こちらになります。はい、コメントお願いします。お願いします。コメントですね、毎日帰ってくれている方のちょっとやっぱ当たりやすいよっていうのは思いますね。新しくなるんですよ。そしてこちらのですね、タペストリー欲しいよっていう方、はい、ぜひコメントに欲しいよっていうコメントお願いします。お願いします。そしてまだ他にも応募期間中のプレゼントもありますので、そちらにコメントもお願いします。お願いします。この後は次回予告。いきます。はい、今回はこちら、どうしよう SSK プロ1